その夜、世界は暗闇に閉ざされた。来たぞ、左舷。にいる全てのものの府に通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。発動する。侵害の鬼を排除し防衛線を押し上げろ。人の世は滅びの淵にある。救えるのはお前たちモノノフだけだ。無駄死には許さん。一匹でも多く鬼を撃て。本により特務隊千里眼による索敵を開始。街路に多数のガキを確認、殲滅し進路を確保せよ。見せてやる。鬼の死骸は正気の苗床になる。捨ておくな。鬼払いで片付けろ。遠ざまの兵士か。今は助けられない。相手にするな。ガキの殲滅を確認。いいぞ。そのまま港まで制圧せよ。新手の出現を認む。ガキとは違って手強い。警戒せよ。弾振りの使用を推奨。御霊の力を借りて鬼を撃て。V 破壊しなければ致命傷は与えられない。
一点に集中攻撃して部位破壊せよ。確認、見事だ。全隊員に緊急通達。象の鼻付近に強大な鬼が出現した。対象を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたな、象の鼻に急行せよ。それまで持ちこたえよ。大型の鬼は生命力を内に隠している。部位破壊して敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し攻勢をかける。不思議がある。戦場で兵を指揮するのが私の役目だ。神羅号はどうした？この場から消えたということか。下船だ。圧倒的優位な状況でなぜ？警戒を怠るな。またどこから現れるかわからん。いずれにしろ港は押さえた。全員よくやった。ここを拠点に鬼を迎え撃つ。念話館、味方の動きはどうなっている？はっ、霊山の本体が小田原から北上中。間もなく横浜に到着すると思われます。よし、本体の到着までここを死守する。全員準備はいいな。数限りない地平線を埋め尽くすほどにな。北の地はすでに落ちた。ここで奴らの南下を食い止める。たとえどんな犠牲を払っても。なんだあれは。
あ？なんだこいつ。おい博士、妙な奴が倒れてるぜ。ん？帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。たく、面倒ごとばっか押し付けやがって。九郎砲丸義経、いざ参る。いらっしゃい。これからも腕を磨いていきます。いらっしゃい。ありがとうございました。今後おや、あなた様は。失礼、あまりお見かけしないお方でしたので。本日はどちらから？横浜。随分と遠い地でございます。ここはまほろばの里、横浜から遠い西の果て。長い長い旅をして来られたとお見受けします。見ての通り
ここは茶屋。私はクオン。この地で御霊の御子を務めています。どうぞお見知りおきください。よう。目覚めたか。体の調子はどうだ。しがない研究助手ってとこだ。森に倒れてたのを俺様が運んでやったんだ。感謝しろよ。お前名前は。俺は時継だ。よろしくな。博士がお前に用があるらしい。後で会いに行ってみな。丘の上のへんてこな建物に住んでるやつだ。あれでも医者でな、お前を解放した。取って食われねえように気をつけろよ。誰だ。私の研究所に勝手に入るな。お前は大したことはしてないさ。動き回れるようなら心配はないな。私は博士。お前の名は。知らん名だな。やはり里のものではないな。お前は里の近くの森に倒れていた。何か覚えているか。横浜？一体何の話だ。何か事情がありそうだな。詳しく話してみろ。うん。横浜で鬼と戦っていたはずが、気づいたらここにいたか。不可思議な話だな。他に覚えていることは？記憶がないのか。厄介だな。ここはマホロバの里。横浜からはるか西、出雲の国近くにある。直線距離で150里近い。やすやすと移動できる距離じゃない。それ以前に、横浜は10年前に放棄された。もうあそこに人など住まない。10年前の大曲時の戦だ。鬼に食い破られ異界に沈んだ。もしお前が横浜で戦っていたとすれば。そいつの身元は分かったか。よう、また会ったな。どうした。二人ともしけた面してんな。どこぞのバカと違って悩み事が多くてな。なんだよ、ずいぶん機嫌悪いじゃねえか。いや、むしろ逆だ。興味深い話を聞いていたところだ。研究に値するかもしれん。どういうことだ。鬼の襲撃を知らせる警鐘だ。里の周辺は鬼の住む異界だからな。心配するな。結界がある以上簡単には侵入できない。待て、どこへ行くつもりだ。そうか、お前は物の符だったな。鬼と戦うつもりか。心意気は買うが、丸腰で行くのはよせ。悪いが、お前の装備品は処分した。ボロボロだったんでな。代わりに新しい武器をやろう。私が開発した鬼の手と一緒にな。鬼の手？なんだそりゃ。さっき完成した新型からくりだ。二人とも手を出せ。装着してやる。まだ実験段階だが。何？天才である私が作ったのだから問題。おいおい、嫌な予感しかしねえぞ。
あまり動くな。手元が狂う。本当に戦う気か？さっきまで倒れてたんだ。これでいいだろう。よし、よく似合ってるな。使い方は実地で教える。私の指示に従って使いこなせ。と言っても初の実証試験だ。どうなるかわからんから臨機応変にな。お前、どさくさに紛れて俺たちを実験台にするつもりだな。あっはっは、面白い冗談だな、時継ぐ。ふざけんな、こんなもん無理やり外して。言っておくが、無理に外そうとするなよ。爆発するぞ。そんなもん人の手につけんじゃねえ。いいから黙って私についてこい。行くぞ、鬼を撃つ。危ないから来るな。そういえば言っていなかったな。私たちもモノノフ、鬼を撃つ鬼だ。鬼を撃つ。邪魔だね。さっさと撃せろ。二人とも用意は今。鬼の手の実証実験を始める。左手に意識を集中しろ。人の思念に呼応して想像を具現化する。それがからくり鬼の手の力だ。巨大な手を頭に思い浮かべろ。それを現実の世界に実体化させるんだ。無茶言うな。ほう、いいぞ。あっさり具現化の壁を越えたな。その手を使って鬼を倒せ。手始めにガキを平らげるぞ。信じられねえ。どうなってんだ。動きだ。横浜で戦っていたというのは本当らしい。俺に言わせりゃまだまだひよっこだがな。よし、ガキは片付けた。次、親玉が来るぞ。めんどくせえのが来たな。博士、助太刀します。紅月か、最高の助っ人だ。すまんな紅月だが、いらん世話かもしれんぞ。鬼の手の力は証明された。ヒガの戦力差は圧倒的だ。鬼の手、その目で確かめろ。一気に勝負を決めるぞ。ヒガには腹が弱点だ。攻撃を集中して部位を破壊しろ。破壊した部位は摩擦非状態になる。そこを狙えば本体に直接打撃を与えられる。いい動きです。あなたの一体。
それが鬼の手ですか。一体どうやら今の戦いに集中しなくては。皆様、お見事です。実証実験終了。二人ともご苦労。実験成功だ。悪鬼ヨウミは俺が撃つ。素晴らしい成果だ。やはり私は天才だな。どうだ二人とも、鬼の手は優れものだろ。びっくり人間にでもなった気分だぜ。どうなってんだこの装置は。原理はお前の体と同じだ。人の魂、思念を具現化して力に変える。もっともその力の根源が何なのかは私にもまだ解明できていないが。よくは分かりませんが、博士の研究の成果ということですね。そういうことだ。それよりお前、新たな御霊を宿したな。どういうわけだ。普通御霊は一つしか宿せないはずだが。御霊の記憶もないのか。モノノフの力の源、英雄の魂だ。鬼に食われた英雄の魂、御霊を奪還するのも私の目的の一つだ。後でお前の体を調べさせろ。御霊を複数宿せる理屈が知りたい。心配するな。バラバラにしたりはせんさ。ようやくコノへのお出ましか。博士、ご協力感謝します。実験のついでにやっただけのことだ。どうやら本格的な襲撃ではなかったらしい。ガキが数匹逃げていくのを見た。念のため辺りを紹介しておくといいだろう。承知しています。あとは我々にお任せください。こちらのお方はあまりお見かけしませんが。私の助手だ。東の里から手伝いに来た。そうでしたか。それは遠路ご苦労様です。では我々は任務がありますので。紅月様もお体に気をつけて。ありがとう。周囲を調べろ。まだ鬼が残っているかもしれんぞ。私もそろそろ行きます。博士、私の協力が必要であればいつでも呼んでください。ああ、いつもすまんな。最後にあなたの名を伺ってもよいですか。覚えておきます。私は紅月。この里でモノノフをしています。困ったことがあったら声をかけてください。ではまた会いましょう。さすが紅月、誰かさんと違って優しいぜ。うるさいぞ。鬼は撃った。研究所に戻るぞ。何をしてる。早く来い。さっきの話の続きを聞きたい。
軍師供養、それがお前のいた隊の指揮官か。血濡れの鬼か、有名人だな。配下に精鋭を揃えてたって話だが、今じゃ生き残りを探すのも難しいぜ。ってなんだ、ジロジロ見てんじゃねえ。遠慮のねえやつだな。からくりと言ってな、私が研究している技術で作った、体の中に人の魂を封じてある。中身は立派な人間ということだ。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし横浜以前のことは本当に何も覚えていないのか。そうか、軍師供養に横浜、状況からしてそれは十中八九10年前の大曲時の戦だろう。10年前、世界中に鬼があふれ、人の世は半ば壊滅状態となった。我々は大曲時と呼んでいる。その際に北から押し寄せる鬼を迎え撃った最初の戦いが横浜防衛戦だ。つまりお前は10年の時間を飛び越えてここに来てしまったことになる。仮にそれが本当だとして、何だってそんなことが起こったんだ。鬼門に飲み込まれたものは時の迷子となって別の時間に流される、そういう話を昔聞いたことがある。お前が飲み込まれた空の穴はおそらく鬼の開いた鬼門だろう。鬼には時間の垣根がなく、過去、現在、未来を行き来するという。奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。わずかだがな、ここでは方向者と呼ばれているらしい。話がキテレツすぎてついてけねえや。似たような話は以前からある。かつて大陸の方で数百人の兵士が一度に失踪するという事件があった。夕餉を炊く火を残したまま兵士たちは忽然と姿を消していた。どこを探しても兵士は見つからず、人々は神隠しだと噂し合った。それから10年後、近くの村の広場に突如一人の青年が倒れているのが見つかった。調べると彼は消えた兵士の一人で、10年前と全く同じ姿格好をしていた。解放され目覚めた彼は真っ先にこう言ったそうだ。自分の夕餉はどこだと。そりゃ浦島太郎もびっくりだ。遥か昔からこの世界には人知の及ばない何かが潜んでいるのさ。その何かと秘密裏に戦うのが我々モノノフだったが、その体はどうした。なんだどうなってる。これは私を見ろ。お前はここにいる。他のどこにもいない。私がそれを知っている。私を信じろ。私がここにいるようにお前もここにいると信じろ。どうなってんだ。おい博士、何か知ってるなら説明しろ。私にも分からんことくらいあるさ。だがこいつは本来ここにいないはずの人間だ。
この世界にとっては異物、それを弾こうとする力が働くのかもしれん。なんだそりゃ、また別の時間に流されるってのか。かもな。それは時間を超えた代償、呪いだ。かといって元の時代に戻るのは不可能に近い。お前が所属していた隊もおそらく現存していない。横浜で戦ったモノノフは全滅した。生き残った者はほとんどいない。それでも過去との接点を求め失った記憶を探すならそれもいいだろう。だが過去ではなく未来を求めるなら、ここで私の助手として働く気はないか。お前はいつどこに流されるかわからない。だがこの世界との関わりを深めれば、あるいはそれを止められるかもしれん。取引だ。私はお前の呪いを解くのに手を貸そう。その代わりお前は私の研究に協力しろ。お前が何者かは問わない。お前の意志がお前の全てだ。私の助手をしながらこの世界で生きてみろ。わっはっは、ただ働きだ。やめとけ、骨の髄までしゃぶられるぞ。じゃあこいつが消えるまで放置するか。誰もそうは言ってね。決まりだな。今日助手1号は時継ぐだ。仲良くしてやれ。誰が1号だ。たく、どうなっても知らねえぞ。こいつは人をこき使う天才だ。好き勝手されねえように気をつけろよ。さっき目覚めた空き家を覚えてるか。あれをお前にやる。自宅として好きに使え。明日から忙しくなる。今日はそこでゆっくり休め。いいな。ようこそ我がからくり研究所に。記憶をなくしたか、我が使い手よ。哀れな、それがお前の背負った宿命か。ならせめて私が記憶しよう。お前がこの先どう生きるか。願わくば今度は忘れるな。私は源義経、お前が身に宿す英雄の一人。鬼打つ者の夫と共に歩む者なり。おい、消えてねえだろうな。邪魔するぞ。無事みてえだな。よく眠れたか。早速だが今日から働いてもらう。お前の体を考えるとあまり悠長にしてられん。まずは里の正式なモノノフになれ。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つことが必要だ。意味不明だな。とにかく里のお偉いさんに会いに行くぞ。普通はお頭に挨拶するが、この里のお頭は2年前に死んで以来空席だ。代わりに神垣の巫女が里を仕切ってる。つってもまだガキだ。実権は2人の討伐隊長が握ってる。近衛部隊と侍部隊、対立してる2つの討伐隊の隊長だ。ちょうどこれから謁見式だ。神垣の巫女のいる岩宿に行くぜ。人混みは好かん。ここから先は時継ぐと2人で行動しろ。私は鬼の手で後から合流する。後から合流？
まあ見ていろ。ああそれと岩宿に行く前に時継ぐに里を案内してもらえ。これから物の譜になるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。記憶がない以上一からやり直しだ。じゃあしっかりな。相変わらずの俺様野郎だな。ま、そういうわけだ。里の探検と行こうぜ。清海は俺が撃つ。いらっしゃい。あなた様は。よ、クオン。ちょいと新入りを紹介してんだが。存じ上げております、時継様。本日はどの。話が早くて助かるぜ。こいつに御霊のことを教えてくれねえか。御霊でございますか。なるほど。私は御霊の御子、戦学の身ですが、知っていることをお話ししましょう。よろしいですか。御霊は物の譜の力の根源。鬼にその魂を鬼より取り戻し力となすのが古くからのもののふの習わし。あなたの体にも力強き御霊が宿っております。それがどなたの御霊かお分かりですか。源の義経、平安時代を生きた若き英雄ですね。おや、別の御霊の存在も感じます。なぜあなたにそのような素質があるのか、その素質を聞かとし、まずは御霊をそ。御霊は戦いの経験を重ねることで少しずつその真なる力を解放していきます。積むべき経験は様々です。御霊の声に耳を傾けるとよろしいでしょう。ちなみにですが、私は御霊の成長を促す技を心得ています。
早く御霊を成長させたいときは私の再始動にお立ち寄りください。また趣味で小料理屋も営んでおります。御霊はあなたの友であり力の源。それでは行ってらっしゃいませ、お客様。いらっしゃい。お疲れ様です。よし。次のもの、入れ。見慣れん輩だな。かぐや様の御前だ。名を名乗れ。貴様が魔女の言っていたもののふか。やめよ、ヤクモ。博士に失礼だぞ。申し訳ありません。東から来た者よ、聞けば里の者の譜になりたいそうだ。それには我ら隊長二人の許可がいる。まずは名乗っておこう。私はヤクモ、この絵舞台の隊長にして里の次期お頭だ。貴様も名乗ったらどうだ、侍よ。当屋だ、侍を率いている。覚えておくのだな、我らの名を。ここは中津国の西の最前線。戦力が増えるに越したことはない。貴様が物の国になりたいのなら許可を与えてやらんでもない。だが一つ重要なことがある。貴様は機内と戸様どちらだ？少なくともここではな。答えたくないということだ。好きにさせてやれ。それならそれで構わん。近衛でも侍でもないだけのことだ。貴様は紅月に預ける。はぐれ者を束ねている者の札、貴様が使えるか否かは奴に判断させる。それでいいな、侍よ。異論はない。かぐや様、ご決裁を。許す。お主の好きにせよ。は、ありがとうございます。紅月は物の不本部にいるはずだ。つなぎはつけておくから会いに行け。
一つよいか。お主は東の果てから来たそうだな。よければ話を聞かせてくれないか。戦艦だと？それはあれか、異国から買ったというやつか。かぐや様、そろそろ次の越見者。そうか、ならば仕方ないな。博士は元気か？よろしく伝えておいてくれ。そういえば名乗っていなかったな。私はかぐや、里を守護する神垣の巫女だ。また来てくれ。越見は以上だ。紅月のもとに行くがよい。東のものの冬。よう。また会いましたね、時継ぐも。私…ああ、そうですか。ヤクモが私に任せると。ちょいと事情があってな。こいつは里のもののふになる必要がある。わかりました。僭越ですが、私がお預かりしましょう。なんだ、新入りか。面白そうなやつじゃねえか。ちょっと俺と遊んでけよ。オムラ、少しおとなしくしていてください。ああ、つまんねえな。こちらはホムラ、あなたの同僚になります。少しバカですが、根は善人です。仲良くしてやってください。いや、誰がバカだ。つら覚えとくぜ、新入り。こいつらはこの絵でも侍でもねえ、独立部隊みてえなもんだ。俺たちの協力者でな、たまに発明品の実験を手伝ってもらってる。博士にはライオンがありますから、少しでも恩返しになればと思っています。それはさておき、私とホムラはこれから任務に向かうところです。昨日襲撃があったばかりですから、周辺の紹介をすることになっています。よければ二人も任務に協力してくれませんか。いいのか。こいつはまだ里のもののふじゃねえぜ。構いません。腕前は昨日見せてもらいました。それにこの任務をもって証の儀とすればよいと思っています。なるほどな、そういうことか。あなたが里のもののふになるためには証の儀を行う必要があります。まほろばの里の伝統で、新参者の力を試す儀式のようなものです。簡単な任務を与え、その結果によって里のもののふにふさわしいか判断します。ヤクモが私に任せると言ったのであれば、
私が試験官に選ばれたということでしょう。であれば、この任務をもってあなたの証の儀としたいと思います。任務にはいくつかの目標があります。それをすべて達成した上で、異界近くの監視小屋まで来てください。無論あなた一人の力でやれますか？頼もしいですね。何かあったら迷わず里に戻れ。いいな。勝手にくたばんじゃねえぞ。大丈夫です。己を見失わなければ勝機は常にあります。では監視小屋で会いましょう。何時に英雄の導きがあらんことを。こちら博士、聞こえるか？お、つながったか。よしよし、やっと動いたな。ふん、驚いてるな。鬼の手につけておいた通信機能を使っている。これまで巫女に頼るしかなかった念話を万人に開く天才的発明だ。だから言っただろ、後で合流すると。確か証の儀の最中だったな。ガキの討伐に素材の採取、簡単な任務だ。さっさと片付けてしまえ。終点の監視小屋は西の端にあるはずだ。地図を見て確認するんだな。
やる。全ての目標を達成したな。あとは西にある監視小屋に行くだけだ。気をつけていくんだな。以上、通信を終わる。わらとうた、ここにあり。Yeah!
柔らとうたここにあり。待っていました。守備はどうですか？確かに目標を達成していますね。お見事です。あなたには簡単すぎたようですね。よし、これでお前も晴れてものの札だな。ちょいと気が早いぜ小せえの。誰が小せえのだひよっこ。気づいてんだろ、囲まれてるぜ。ふん、わかってるよ。最後の試練です。私と共に目の前の全ての鬼を撃ってください。いい塩梅だ。行くぜ、今のうちにやっちまえ。新入り、おお、なんだその手は。目ん玉ひん向いてよく見とけよ。これが俺たちの新しい力、鬼の手だ。どうせあのイカレ博士の発明品だろ。なんで悲鳴が偉そうなんだよ。わちゃくちゃうせえ、黙って仕事しろ。相当完了。みんなよく戦ってくれました。はい、頑張りますね。みんな、怪我はありませんか？この程度であるわけねえだろう。ケツに噛みつかれそうになってたくせに、よく言うぜ。母ちゃんいいだろうが、母ちゃん。オムラもまだまだですね。あなたは大丈夫ですか？ありがとう、問題ありません。あなたは見事に任務を果たしました。この結果を報告すれば里のもののふになるのに、誰もいなとは言わないでしょう。私が試験官として認めます。あなたは証の儀に合格しました。ただいまをもってあなたを里の正式なもののふとして迎えます。ようこそまほろばの里に。よし、やったな。はじめの一歩ってやつだ。これからよろしく頼むぜ。いちいちまどろっこしいんだよ。腕が立つなら最初からもののふでいいだろう。万人を納得させるには手続きが必要になる時もあります。本部には私から報告しておきます。さて、鬼の流入が気になります。今日は念のためここで警戒に当たりましょう。ここは冷えますね。異界に近いからな。あそこはどんな季節だろうが底冷えする。その体で寒さが分かんのか？
なめんなよ。これでも特注品だ。五感はそれなりに機能してる。それなりね。あなたは博士の遠縁だと言っていましたね。ですが、中津国全体が滅びに瀕している状況です。あなたのような戦力を里が事情もなく手放すとは思えません。よければ聞かせていただけませんか。あなたがマホロバに来た理由を。横浜から？俺もこいつも本当のところはよく分かってねえのさ。分かってるのはこいつがこの間まで横浜で戦ってたってことだけだ。博士はそれを10年前の大曲時、横浜防衛戦だと言っていた。つまりこいつは10年の時間を飛び越えてここに来ちまったのさ。は？冗談だろ。それが冗談じゃねえのさ。横浜で気絶して目覚めりゃまほろばだ。ついでに記憶喪失ときた。横浜以前のことは覚えてねえらしい。申し訳ありません。そんな事情とは思いませんでした。何か身元の手がかりになるものは？霊山の軍師クヨってのが部隊の指揮官だったってことは分かってる。つってもすぐに会える相手でもね。しばらくは後回しだな。そうですか。では大曲時以降世界がどうなったかは知っていますか？せめてそれだけでも教えましょう。10年前の大曲時でこの世界は大きく変わりました。鬼が世界にあふれ、大半の人々は殺されてしまいました。明治政府は倒れ、今ではモノノフが唯一の統治機関です。霊山を頂点に、複数の里でわずかに残った人の勢力圏を守っているのが、その勢力圏を私たちは中津国と呼んでいます。他に詳しく知りたいことはありますか？以上がこの10年間に起きたことです。別にいいじゃねえか。ホムラ、まだ生きてんだろ。なら何も終わっちゃいねえ。10年経っても喧嘩は続いてる。ここも横浜も大して変わりゃしねえ。記憶をなくした？上等じゃねえか。仕切り直しだ。喧嘩は最後に勝ちゃいいんだよ。勝ち目がねえほど喧嘩は面白え。てめえもそう思うだろ。上等なら戦えよ。不器用な励ましですね、ホムラ。ざっけんなよ。誰が励ましなんざするかよ。素直じゃねえ野郎だ。もっとも言ったことは間違っちゃいねえ。お前は里のモノノフになった。ここが始まりだ、鬼との戦いのな。共に戦ってくれますか？ありがとう。んじゃ、俺は寝るぜ。火の後始末よろしくな、新入り。オムラ、皆任務で疲れています。後始末はあなたがやってください。日頃不真面目な罰です。はあ、俺が何したっつうんだよ。身に覚えがないと？ざまめえな。時継ぐ、あなたも一緒にお願いします。一人では危険ですから。って俺もかよ。ご愁傷さん。
じゃあ、しっかりな。そういや、最近家に帰ってるか？手紙ぐらいちゃんと読んでやれよ。
清海は嫌な予感しかしねえぞ。そういうことでよろしく頼むぜ。こんにちは。およ。君、紅月くんから証の儀に合格おめ。紅月くんが褒めていたよ。彼女は本部を代表して。まほろばの里にようこそ。私は本部では鬼の情報を集約して今後は君にもお願いすることに。ただ無理を顔を知り己を知ら任務の内容に実それと次の決まりがある。一つ職務をおろそかにするべからず。一つ物の不動し争うべからず。一つ神垣の御子を軽んずべからず。最後にお頭に背くべからず。最後のは今は無効だね。お頭は2年前に亡くなってしまった。里には必ず指導者たるお頭がいるものだが、まほろばでは空席のままだ。いろいろ服しかし近々お頭選議がある。さ、君も誰に票を入れる。近衛の隊長八雲と侍の隊長東野が本当はもう一人立候補してほしい人すまない。最後に一つ行動限界だ。鬼の住む異界には正気という毒が満ちている。これを一度に取り込みすぎると正常な場所にいれば排出されるから
危険を感じたらすぐに里に戻ってくれ。長居は無用だ。いいね。他に困ったことがあったら相談を。モノノフを支えるのが私たちの仕事だ。ではこれから何時に英雄の導きがあらんことを。